言えないですっていう報告も面白いねなんかさ髪の毛めっちゃさ伸びたねって思ったよいしょどうもうんはいそうですか今日はなんか違います同じだよねあれ <laughs> んか変わってるわかんないだンやほんー えー、おながきました食べたんですけどねお腹が空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 きました食べたんですけどね <laughs> 食べたんですけどね。ということで、本日はパカリアシリでカジシマのターンですカジシマのターンです今日お題聞いてないんですけどもなさん、皆さん知ってる方いらっしゃいますかお題知ってる人教えてください。ニ <laughs> <laughs> ンクラさんがカジマさんに触れたいけど逃げるのかどういうことどういうこと 私はニーナが妹キャラがわからないので本物の妹キャラ見せてくださいよってええー。そっかニーナが一人っ子ちゃんだから兄弟の感じを出してほしいってことですねおお妹は得意だよだって妹だもんなんなら末っ子だもんすごくないリアル妹家事ええー。ガチでいく姉ちゃん 姉ちゃん来るかなどうだろうわかんないです。いや、これめっちゃリアルじゃない <laughs> リアル用のキャラってこれです。<laughs> これじゃないのこれ、これじゃない違うこれめっちゃ妹じゃないですかこれめっちゃ妹だと思います。いや、来ない。 来ないですよ全然来ない <laughs> いるのに <laughs> 来ない来ないですはい荒島さんは見せられないんでちょっとダメです <laughs> 来ないの無理アるでしょいや来ないと思って読んでたよね今 <laughs> ちょ絶対来ないだろうなって思ってました姉妹喧嘩ってどんな感じですか え割としょうもないないんか深刻な喧嘩はあんまりしたことないかもって思ってきた最近深刻ななんか感じはないかもねこれからするのかな分 <laughs> かんないけど深刻なものはこれからするかもしれないです意外と深刻な喧嘩はしてない気がします 記憶に残るなんだろううんどうかないや人間って忘れちゃうもんだね結構いやいっぱいあるはずなんだけどどうかなああでもちっちゃい頃に姉ちゃんから腹パン食らった時は本当に最悪だったの覚えて <laughs> ちっちゃい頃って小学校くらいのったですね <laughs> いやわからないでめっちゃ覚えてるのしかもここら辺でこの部屋でいやめっちゃ覚えてるけどなんで殴れたかちょっと覚えてない多分私がなんかしたんだろうね <laughs> そんな気がします <laughs> いやわからないですねいやちっちゃい頃の話ですよいやめっちゃ覚えてるなんでだったかな この間の自転車ネット面白かったって。え、どれ自転車だとどれかなあれかもしもしのやつだ。<laughs> よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。こんばんは。ガチです。まあでもこれリアルな妹を出すと、姉ちゃんぐらいですね。これガチですもん。今も一緒に住んでるから。 うんはい <laughs> あっなんか私本当に妹が日常すぎててかこの鍛冶島家の一番下としてずっと生きてきたのでまんまだとでも末子っ子多分こんな感じだと思う無責任な感じ <laughs> そうだね妹キャラっていうか妹なんですもんキャラじゃなくて おうリアル妹とドリーム妹は違うねうん姉ちゃんのこと名前で呼びしていきますかいけないいけない久しく姉ちゃんの下の名前を呼んだ覚えがないです姉ちゃんで解決しちゃうんだもんでも「お姉ちゃん」って言う人いますよね っていう人がいたりとかさ下の名前で呼んでる人とかさいるじゃないですか私めっちゃ姉ちゃんなんだよね「姉ちゃん姉ちゃん!」っていう感じうんめっちゃそうママはね下の名前で呼んでるみんな下の名前で呼んでるかみんな呼んでるね 恥ずかしくはないです全然呼び捨てはただ呼ばない、うん、全然違う名前なんですよ <laughs> 姉ちゃんと <laughs> <laughs> も妹もとは言わないよね,ねそれめっちゃ思いますよいしょよいしょ姉ちゃんまた一緒だ お姉ちゃんっていう女の子すごい多いんですよ私は姉ちゃんですけどね姉ちゃんの名前羨ましいと思ったことそんなわけじゃないけどね一人っ子だから兄弟の感覚が分かんないみたいそっか何だろうなうん私はこう正直ちっちゃい頃は敵がいると思ってた <laughs> うん 呼び捨てされ続けた兄ちゃんだってうお兄ちゃんお弟に妹にかなえー、呼び捨てええー、そうなんだ、うん、敵がいる感じ何かするときにあのその門をくぐらなきゃいけないっていうのはあるからかなだからこうんだろうマリオとクッパの関係ではないけど マリオと、こうなんだろう、パックパックみたいな。フラワーパックぐらい。引っ込むとき引っ込むし、絶対倒さなきゃいけないわけじゃないし、でも、ちょうどいいところにこう出てくるから、困ったな、みたいな感じ。フラワーパックわかりますかマリオのキャラクターですけど。っていう感じ。マヒカ というか、なんだろう、うちの姉ちゃんが結構、なんだろう、こう、割としっかりしてる姉ちゃんだったから、私がなんかするときに、こうちゃんと、まあ怒ってくれたりもそうですし、なんかね、しっかりしなさいと何度も言われたのでね。うん。家事に質問待ってます。<laughs> ありがとうね。ぜひ。 こうやってくるるるのにに少し考える場所に出てくるいやでもほんとそう何するのにもそうですだから2期アップが2期このアイドル始める時もでしたよお、うん、姉ちゃんには言われました、うん、どうすんのって <laughs> そうね、うん、そう1個しか変わんないんですよね家事に質問わちゃん カモンありがとうエ気をつけてね一切それそんな強気なんいやー姉ちゃんは多分別に家事やに対してこう上に立ちたいとか多分そういうのはねないと思うなんか人の上に立ちたいとか多分あんまそういうことはうちの姉ちゃんね考えてないと思う そういうなんかこうズル賢いじゃないけどそういうのはね全く考えてないと思うこの人の上に立ちたいだからそういうのはもう感情はなさそうなのただうちみたいにこうビーってしてるウィーってなってると「何してるの?」っていうのは結構感じやすいタイプだと思うんだよねそうだから性格がうまるで違うからそう多分 うっとうしく感じる時はめちゃめちゃあるとは思うけどだからって梶島は直せないので <laughs> って感じかなだからそう考え大人になってから姉ちゃんすごいなって思うことがちゃんと分かるようにはなってきました特に二十歳超えてからですねめっちゃ褒めてくれた話はねないです <laughs> 姉ちゃんに褒められたことないよあ一1個あった1個あった1個あった1個褒められた話っていうか私が靴を買ったんですよでその靴いいなって言われたで嬉しくって「ちょっと買いなよ姉ちゃんも」って言って姉ちゃんにも買わせた「だから同じ靴持ってるんだ2人で」 最近の話え一1か月前くらいの話ですでも姉ちゃん足でかすぎて <laughs> そう姉ちゃん足でかすぎてなんか L サイズしかなくてちょっと入らないとか言ってたんだけどいやいけるとか言って L 買って今入ってる意外とこう伸びてきて履けるみたいなんですけど姉ちゃんの身長ほぼ変わらないんですけど私 M サイズがぴったり。 L も履く時もあるけどね姉ちゃんマジでかいです l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  は普通 LL で入らない時もあるのかなぐらい足すごい大きいのなんかちょっと嫌そうにしてるうんなんかね可愛いい靴が履け,ない履けないってずっと言ってます 家事が褒められたわけじゃないのこれ。いや初めて言われたんだけど、あの、服のセンスとか、好きなものとか、マジで被ったことないんですよ。だから、私が着てる服やったりとかは、姉ちゃんは、こう、まあ、あんま見向きもしないレベル。で、姉ちゃんが着てる服は私は着たいって、あんまり思わないかな。わざわざ買ってたり、か姉ちゃんと同じ服を買ったりとかは、あんまりしないイメージなんだけど。ねじまさん身長大きくないでしょうん。姉ちゃん身長止まったから。 幼稚園の時に一人ず,つずば抜けてでかくてそっから身長ずっと止まってる感じそうね姉妹って好み違うえまるで違うようんびっくりすると思ううちの年子女姉妹二人は幼稚園の時から同じなんてああおお。ああ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  姉ちゃんはねずっと身長が大きくて一番後ろだったのでもどんどんちっちゃくなっていって、まあ、みんなが伸びてきてみたいな感じ高校くらいになった時はもうお前大きい方じゃなかったって言ってました逆にすごいことすごいのが逆にすごいのが梶島そうそう,こう集合写真だったりとかこう整列とかの時もう みんなよりも頭一個分ちっちっゃくてうんだからそれがすごいなと思ったなんかどっちかがずば抜けてでかくてだったらわかるどっちかがずば抜けてちっちゃいとかだったらわかるけど,ど姉ちゃんがもう学年で一番でかいくらいのレベルででかくて家事めちゃめちゃ学年で12番ぐらいのちっちゃいみたいなだったからそう私は組体操 ず一番上ばっっかりだったもんでなんかず一番ちょっとびっくりしたのがさあの組体操って、まあ、最初はこう2人一組でやったりとか5人一組でなんかこれくらいのタワー,ー作ったりとかするでしょさ学年で大きいのの作るの分かります学年じゃないやあの男の子でこう真ん中ら辺にわって大きいのさこうクラス中の人たちがつまって作るやつ。うん で女の子も作るのよそうそう私その学年の女の子の一番でかいタワーの一番上だったのよ <laughs> それぐらいちっちゃかったんですよ <laughs> はいですかねいやその時は嬉しかったんだ 結構嬉しかった <laughs> 選ばれたって思っててそうめっちゃ怖かったけどもう見てほしくて家族にそう家族に見てほしくってもう初めてよ家事の大役そう姉ちゃんとかはさ毎年当たり前のようにさリレーの選手に選ばれて。 わって注目浴びる一個上の学年だけどそうそうでも私はあのその他大勢の中だから、まあ、家族も何ならカメラ回してても見つかんなかったみたいな <laughs> なるそう感じでちょっとビデオとかも何も映ってなかったんだけどそう映すのも大変だった多かったし人数がだから嬉しかったのそうそう 覚えてるそう高いところ平気なのかななんかその時はね怖かったけどそれよりもた見て見てって方が勝ったのかなでもそうね見てくれてたのかななんかそこら辺の記憶はないかなあと自分の写ってるビデオだったりとかそういうのがすごい嫌いで <laughs> い一切見返さないのよ。自分がこう走ってる 動画とか。うん。見返さないんですよ。<laughs> なんかひねくれた子供だったんですよね。<laughs> で、こう。そういうの流してると、なんで流すのとか言ってた人間でしたけど。<laughs> まあ。そうですね。今見れますけど。こんな感じの子でした。 パンジーは絶対に嫌ですね自己肯定感ゼロだったんですよ。どう,う,どうせ見返しても変なんでしょとかどうせ見返したら笑われるでしょっていう意味わかんない考えをずっとしてたんで, <laughs> そうそうで。でも撮って自分が写ってないって分かったらああやっぱりね分かんなかったでしょあんな多い中でうちが分かるわけないよねみたいなタイプでした。<laughs> <laughs> まあ口では出さないけど心の中でずっとそうやって思ってましたああまた姉ちゃん写ってるわみたいなあー姉ちゃん1位取っちゃったわみたいな感じでした <laughs> いいなみたいなかっこいい声ってていいなみたいな <laughs> すごい感じでした恥ずかしいね今思うと <laughs> 姉ちゃんすごい足とか速かったんだもん。そう足速かったのはやっぱ足速いとさめっちゃ注目されないあれいいなって思ってましたまあ注目されたかったわけじゃないけどまあ走れたらかっこいいだろうなくらいは思いましたうんですかね でも鍛島もやっぱ足が姉ちゃんが速くて妹遅いって思われるのがすごい嫌だったのですっごい走る練習をしたんですよバスケットもしな,しながらね。そしたらねえっとね小学校5年生からこうリレーをなんか地域ごとのリレーがその運動会の中であってそうそう。一番すごいリレー っていうのは、まあ、姉ちゃんが選ばれてる毎年選ばれてるリレーなんだけどそうじゃなくその一個下っていうのかなその地区なんていうのかな地区っていうのかな場所っていうのかな地域か地域ごとこう結構田舎なんでこう広い範囲であれなんですよあの集まってくるんで小学校。 小学校になので、地域ごとの、その地域で一番早い子が出るっていう、そうそうそう、のがあったの。そう。そうなんだ。で、それで小、頑張って、それにも私ずっと入れなかったんだけど、小学校5年生かな。 5年生と小学校6年生はそれに入ることができて2年間リレーの選手に選ばれた思い入れがあるそう地区大会いや運動会の中の種目であったんだけどねそうそうそうだからこうなんだろうなんていうのかな その姉ちゃんたちが出てる一番大きいリレーの大会の前座みたいな感じ <laughs> そうそうそう <laughs> みたいなやつだったんだけどあの一番大きいそのリレーにうちの地域の子が四人四人こリレー4人選ばれるんだけど。 そのお、お一番大きいリレーで、うちの地域から3人選ばれてたから、<laughs> 私、入れたんだよね <laughs>。そうそう。めっちゃすごくないオープニングアクト出れたオープニングアクトですね。そうそう。うちの地域がすごい早かったんだよ。だから、あの、その、大きい方に出ろ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 ってずっと思ってて、もう、ちょうど3人、パッパッパって出てくれたから、逃げたんだよ <laughs>。そうそう。でも、 小4小3小2小1っていう時にその子たちがこうあの落ちちゃったり他の子が入って落ちちゃったりとかすると絶対出れないからまあねそれ言っちゃうとちょっとああ繰り上がりかっ思うんだけど会社はすごい嬉しかったねでも,でも小学校前半は本当県圏外だからもう,もうリレーのあの子入るかなみたいに思われないくらいだったんでマジでめっちゃ走るの練習したの覚えてます。 最後ぐらいいいとこ見せたいじゃないですか小学校なんかね私なんか小学校の4年生ぐらいの時はさなんか友達とぶつかってさ怪我しちゃったりとかもしたしなんかすごいなんか <laughs> ねヘボみたいなことばっかりしてたん、ね、で <laughs> んかね最後ぐらいはかっこいいとこ見せたいなと思って前座リレーに出た <laughs> 小5小6かなでしたそうそうなんだろう あんまりこう前に出るのは好きじゃなかったけどバスケットやっぱ8年やってたしもうもうセンスあの私女子バスケットボール部がすごく運動を頑張っててこう運動会でも,もうみんな女子バスケットボール部がこう占領してたぐらい早かったんですよいろいろ足とかねだからそれにまず運動会に入らないとレギュラーは取れないとは思ってたんで すごい頑張ってましたうん,競争意欲高いうんまあママとかパパとかが喜んでくれるのを見たかったっていうのもあるかなそうじゃああのヘボいじゃんってすごい思っちゃうんですよ自分のことそうそうそうなのヘボ <laughs> ーってずっと思ってたんでそれがすごい嫌だったんですよね けな <laughs> 地味に頑張ってたんですよ地味に <laughs> ただねなかなかね、うん、そうなかなかね見てもらえる機会少なかったですね結局 <laughs> へぼぼだって聞いてほしいの小5小6のその私が出た あの地域ごとのさリレー両党ビリだったんだよね多分そうそうビリとかビリから2番目でなんかスッとしてしまった <laughs> ごめんなさいって感じ <laughs> そうそうだったいやなんか小学校とかの時は結構こうまあ元気じゃないけどあったよ、うん、だってまだ巻き返せると思ってたもん自分自分が一嶋愛やとして ただ中学校ぐらいから徐々に <laughs> 気づいてくるんですよ自分の実力に <laughs>。気づいてくるっていうか頑張るところを間違えたのか分かんないけどこうどんどん「えこれも失敗すんの,の?」みたいなことが続きもうとうとうん <laughs> 心の惚れなんですね <laughs> もう恥ずかしいよねそんなの恥ずかしいね。 恥ずかしいですよ本当にあこれは姉ちゃんにも勝てないぞっていう感じで思ったんですねそう思春期あるあるですようんそんなことを思っていましたそう,そう中学ってねいろんなね感情がね芽生えてしまうんですよそれは周りの子もそうで周りの子もそうだからなかなかね 馴染めずってそう頑張ればできるって本当に思ってました <laughs> ただできないこともあるっていうふうに大人にならないといけなかったんだねあの時はいやもうネガティブだったってことですよも今も結構ネガティブなんですけどネガティブだったネガティブなんですよ 切り替えができないというか、ね、ちっこかったんですね、自分は。うん。どんなこと思ってました。から、足は普通だし。<laughs> 足普通ですよ。じゃ、普通、速い方でもなかったんだ。普通。普通くらい。笑っている。<laughs> アイドルになり勇気を出したのいやそれがさ本当に自分でもびっくりなんだよねうんふとした瞬間もうオーディションってものに受けようなんてマジで1ミリも思ったことなかったのに急に受けたもんねいや本当に分かんないよね人生何が起こるか。 その時はもううん送ってみようかなっていう感じも湧いてなくってその時めちゃめちゃなんかもう多分一番皆さんに見せたくないようなかじ前だったんですよ。多分ばあちゃんばあちゃんと恩師に会えなくなっちゃったっていうのが多分すごい 会社の中でぐる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 してた時期なんですかねなんかそんな気がします <laughs> うん。オーディションはテレビで見てそのまま見た次の日ぐらいにばあちゃんの仏壇の前で送って学校に行ったのかなのを覚えてます、うん、ママ学校に行った朝パーって書いて <laughs> そうザガールズライブで見たでしたで平然と一日を終えてで学校の昼休みにメールが来たのそう他のオーディションをけようとしなかったんですか だくです <laughs> タイミングだったのかなでもアプガさんカリさんに結構その時はハマってたというかうパリピポエリアン出された時期時期ちょっと私遅いかなパリピポエリアンをすごい私聞いてたのでその時んで 虹色モザイクとかめっちゃ聞いててそうそうそうなんかいいいいなってずっとこう微力ながら聞いていたんですけどすごーく受けようってなんかなったんですよね。<laughs> <laughs> そうそうそううん受けていいのかなって思ったのかもしれないこう募集要項とか見てかなあんまりね覚えてないんだどういう感情で応募したんだっけなっていう感じ結構そうなのいやまさかこんなことになるなんてマジで一リに思ってなかったから そう夜見た朝だから結構勢いいや勢いだって勢いだってよ NHK のオーディションのとか興味なかったんですか全くでしたね誰が入るのか楽しみにはしてましたけど <laughs> うん応援する側だったのででもちろんアップガさんも応援する側だったけど、まあ、やってみたいって思ったのがそこだったのかな 感じでした <laughs> いやーそこしっかり覚えておくべきだったなうーんって今はすごい思うけどメールとかはちゃんと取っておいてあれね <laughs> うんなんかあそんな感じだったんですうんいい話になった <laughs> いい話になったのかな <laughs> へぼかじ <laughs> ボカジでまあそんなこっちゃでいや本当にありがたいことにねこうやって妹頑張ってます山田さんの第一印象って怖い大人と話すの好きじゃなかったんで私怖いと思ってたからそう家事って普通の人の感覚っていいよねだって。 めっちゃやれるんだけど私めっちゃ普通普通なんかね正直めっちゃつまんないんですよ私なんかうん <laughs> なんかねどこにでもいそうな感じ感じ感じは出してるかもね <laughs> かもね家事の人人うせいいろいろで妹になれたと妹大信です 妹ってうちだけかもしれないけど意外と寂しがり屋なんです <laughs> でしたいそうでいないって本当にそうなのじゃあ普通ですよなんだろう普通っぽいこと言いたい。 あ普通っぽいことなんだろうあめっちゃ床雑巾がけしますよ <laughs> これ普通めっちゃ雑巾がけ好きです掃除機とかじゃない雑巾カジマケクイックルワイパーを基本的に使いたいんだけどクイックルワイパーだと取れない時あるから雑巾かクイックルワイパーのシートを手で 普通,普通ってんかなんか普通の感覚的な普通系アイドルでもみたいなアイドルでも雑巾めっちゃかけるしだ、うん、普通なのあめっちゃ水筒持ち歩きますうん普通あのペットボトルを買うの嫌なんで 1>, 1リットルの水筒にお茶いっぱい入れて持ってレッスンする普通でしょ部活っぽいでしょすごい2機が映っとったあー嬉しい気づいてくれたのありがとう1リットルねバスケットボール部で使ってたやつこれめっちゃいいんじゃない ットルでかいしょなんか2リットルも持ってるし2 5リットルも持ってるよついた何で映ったんだろうすごい気になるめっちゃ普通でしょあとは床で寝ますよ全然あのソファー、勝島家のソファーが開いてない時にえっと テレビの横の床で寝ますよ。寝る全然寝る。ベターって。寝る寝る。アイドルでも床で寝ますよ。だって、ソファ空いてないから。<laughs> あとば。あとんだろう あ普通に一人で牛丼食べに行きますよえもう逆に一人で牛丼食べに行くのめっちゃ好きですあと一人でラーメン食べに行くのもめっちゃ好きですはい牛丼私最近ネギが好きなことに気づいて牛丼はネギ玉牛丼だし「ちょっと姉ちゃん縄跳び飛ばないでマジで 聞こえちゃってるじゃん。<laughs> 配信してるんだわ。<laughs> 待って、ほんと、これ、これ、これ、カジマ家のね、結構最近の流行りで。<laughs> そう、カジマ、<laughs> 最近なんか縄跳びを買ったんですよ。カジマ家。いや、私さ、この間さ、レッスン終わりにさ、 ね本当にえてマジで。あ、これうちの姉ですよ。あの姉ですよ。うちの姉の、縄跳び最近飛ぶんですよ。怖いよね。しかもあの人、二十飛び飛んでる。<laughs> せめて前跳びにしてほしい、ほんとに。めっちゃ飛べるじゃん。<laughs> すごい飛べちゃう、嘘でしょ。めっちゃ。 いや全然飛べるわとかじゃないのよ何なんだよびっくりしたよ何マジで <laughs> もうだやめだよ今まで私がどんなに面白い話をしたとしてもあなたに全て持っていかれる <laughs> びっくりしたみにでも私はこうレッスンが終わってなんかのベル来たと思ってパッて見たらママが飛び飛んでる <laughs> 動画が送られてきたの すごいうるさいいや本当にうるさいよそうそうママがなおとび飛んでるそう動画が送られてきて楽しそうなハマ <laughs> ってんね今なおとびってい,いらしいよとか言って姉ちゃんがなんか2本ぐらい買ってきて最近よく飛んでるんですよいや最近よく飛んでるんですよってのもおかしいのよ私は飛ばないよ うん。床に響かないのすごいな、だって。どうなんだろう。じいちゃんがかわいそうだよね。じいちゃんその下で寝てるからね。そうそう。カジシマケチャンネル解説したらマジネタ尽きないんじゃないそんなことないから、尽るかな。<laughs> 縄跳びいや、私あんま縄跳び得意じゃないんだよね。そうそう。飛んでるふりとかしてた人ですもん。 あと姉ちゃんに負けんのやだから飛ばない <laughs> どうせ姉ちゃんにも飛べないんでうちの方が運動してるのにさ姉ちゃんなんか運動なんてしてないのに飛べちゃうんだもん結局やだ <laughs> 天井になぶつからないのかないやめちゃめちゃ狭いところでやってるの廊下でやってんだよ廊下であんな細い廊下ででもあの廊下じゃないとあの上もあ上当たっちゃうから <laughs> 廊下でやってる場所ないの 狭いからそうあんな細い廊下じゃないと多分飛べないんだと思うそうそう家の外でじゃないのなんで分かんないじゃあ姉ちゃんって夜ご飯食べた後に絶対動くんですよさい最近っていうかも確実に9割ぐらい踊ってるんですよあの終わったらご飯食べ終わったら踊るんです であの人朝晩とかでなんか4時ぐらいに起きてたりするんですよでめっちゃ朝早く出てってのにご飯食べた後踊るんですよ寝た方がいいよってずっと思ってるだけど最近は踊るんじゃなくて縄跳びしてるんですよおかしいんだよなんかちょっとねうん2期の曲踊ればいいじゃんって、ね、えちゃん踊ってくんないようちらの曲なかなかこう。 だって姉ちゃんこうまー、あ、ちゃんとかさこう見るの「かわいい」とか言ってるんだけど私が写ってるって分かった瞬間多分閉じるよ <laughs> いやすごいすっごい飛んでる <laughs> 気になっちゃう <laughs> 楽しそうにそうめっちゃ飛ぶねびっくりした本当本ほんとびっくりしたんだけど ということで明日誰だちょっと待ってね。ということで明日はまーちゃんなんということで。どうしよう。お題。考えなきゃ。まー、あ、ちゃん。かかっちゃうみたいなお母さん。期間限定加入いいね。いいね。 ダメか姉ちゃんやめよういや縄跳び愛しよ絶対ダメだダメダメダメだダメだよ無理だよかわいそうだよどこでするんってなっちゃう難しいからダメ何だろうなおうおお 何がいいかなあ妹じゃ、まあまーちゃんにはアポガニキって妹系アイドルじゃないですかい妹の理想の妹キャラみたいな妹続きだから 今日リアル妹妹キャラのまーちゃんが見たいですっていう妹キャラのまーちゃんが見たいですっていうお題よろしくまーちゃん頑張ってねやャラピン妹系理想の妹ドリームイケイね妹ってどんな感じだろうね 結局私が妹ってなると姉ちゃんってなっちゃうから。そう。よろしくみんな見てね。<laughs> それでは最後までご覧いただき本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。なんかもう生跳びに全部持ってからちゃった感じがちょっと悪かったって感じなんだけど。ま、いっか。<laughs> それでは。あ、雲もらってない姉ちゃん。 あほぞちんさんありがとうございますえー、うちの姉に質問はありますかほぞちんさん答えてくれるかもしれないよありますかあわ<ー>てきちゃったちょっと待って<何>今待って何いや今大丈夫なわとびさんマジでどういうこといや違う今ほず…あのね 姉ちゃんに質問、あ、来た縄跳びの目標は、じゃあちょっと姉ちゃんに聞いていきたいと思いますか細ちんさん、熊、本当にありがとうございます。姉ちゃん、縄跳びの目標ある馬跳び縄跳び縄跳びうん。でも結構跳べるからな、も確かに、ちょっと思った。目標言ってみて。目標うん。目標はずっと飛ぶ。<laughs> <え>聞きましたか ごめんねホソチンさんごめんね目標はずっと食べ <laughs> だってわ <laughs> かんないわほんとなんでそういう回答になっちゃうんだろうですホソチンさん本当にありがとうございますっいい音なくて聞こえるのこっちまでじゃあちょっとホソチンさんクまいただいちゃったので姉ちゃんに質問をしてみました本当にありがとうございます <laughs> <laughs> なんかねもっとあればいいあの何回とかさ何飛び何回とかでもそういう感じで来るのかなって思ったらずっと飛ぶって「<laughs> はい」っていう感じよね「OK <laughs>」っていう「<laughs> 分かった」みたいな <laughs> うちの姉はねちょっと独特なんだよねうんちょっとだけ「ん?」って思うことは結構あります意外と 真面目だったりとかなんだろう堅物なのかなとか思うこと結構あるんですけど意外と話してると意外と変ななって <laughs> はい、なんか揉めてるよ大丈夫 <laughs> もう何とも言めないで。 そんなにあママがやりたいって言い始めたの縄跳びどういうことなんだろう私さ縄跳びのこと知らないのよ鹿児島県の縄跳び事情あ矢もやりに行かないといいよこれで早ヤブしてたらめっちゃ気持ち悪いよね <laughs> 二重跳びであってくれ 姉ちゃんの質問コーナーでしたあや本当にあのこれで大丈夫だったかな細ちんさんありがとう今日特別バージョンそれではギフト見上げていきたいと思いますメガネメガネメガネさんかっこいいいただきましたありがとうジージさん誰もありがとう細ちんさんあやヤイファありがとうございますターボハートありがとうジージさんハートありがとう最後の可愛いい,いただきましたありがとうございますありがとう本当に いや面白いわ10時過ぎだよね10時過ぎじいちゃんはとじいちゃんはね飛べた飛べるかな <laughs> 飛べるかしらすごいそうねちょっとあっちに行くのやだもんちょっと行ったらなんか飛びなよとか言われそうですごいやだ なかなか配信終われないの。どうやってっら行かなきゃいけない気がする。やだー、<laughs> 行きたくない。<laughs> それでさ、一回も止めないで、うわー、ママより食べてないじゃんとか言われるの、なんかすごい想像つくんだけど、いけるかな。まあ、ちょっと頑張りたいと思います。それでは、お手話いじゃなく、皆さん、本当にありがとうございました。せーの。以上です。ありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。 強がりライライライ見てな、ね、い